みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで、今回はね、私のこの休日用のね、メイクを今回は皆さんに紹介していきたいと思います。今ね、ちょっと配信とかでちょっといろいろ聞かれたりしたので、今回はね、まだまだ研究中なんですけど、メイクを紹介していきます。まず前髪をね、どけます。ピンがこれしかなかったんで、これをつけますね。で、鏡でやっていきます。まずね、眉毛を描いていきます。超苦手なんですよ。なんか、眉毛大事とかさ、みんな言うけどさ、そこまでただ、毛を埋める感じで塗っていきます。特に私まだこだわりとかなくて、もうちょっと慣れたらこだわりとか出てくるんだろうけど、今は埋める感じで塗ってます。で、皆さんさ、メイクしてるとき、いや、私なまるな、メイクしてるとき何してますか？いや、何してますかっておかしいか。私メイクしながら音楽聴いたりしてるんですけど、皆さんは何してますか？で、そしたら、あ、これこういうのも紹介するのか。眉毛に使ったのがこのキャンメイクのパーフェクトエアリーアイブロウです。はい。で、これ事前にね、飲んでおくものか。次にね、このキャンメイク3ウェイスリムシェードライナー01ですね。これを涙袋に塗っていきます。塗っていくじゃないわ、涙袋の影を作ります。これで影をこう作ってって、もともとある涙袋のちょっとだけ下を塗ると漏れます、多分多分。はい、できましたね。もうちょっと描きたいよって人はね、これでちょっとこの中心だけ、こう影をこう中心だけね、こうやるとちょっと漏れます。はい、 OK です。次にアイシャドウを塗ります。これはクリオのプロアイパレット01です。で、本当に汚いんですいません、あんま見せたくないんですけど、これ結構いいです。しかもね、もうこれね、見て、ここあ、ないの、私取れちゃってて、ここのなんていうのもうガラスみたいな部分がなくて、すごくないこれ。だからもうこういうポーチに入れられなくて、ずっとこう置いてる状態なんですけど、やばいよね、すごいまあこれを使ってます。まだね、アイシャドウのね、ここは無事なんで、ここは汚いですけど。そしたらね、このここの部分をこのアイフォールっていうのに塗ってきます。まあ、色は適当です。塗り終わったら、そのね、さっき使ったこの色の隣、左隣のこの色を、涙袋のここの下のこのキワキワの部分に塗ります。塗ってるか塗ってないかわからないぐらいキワキワ塗ります。これ塗るとね、漏れるんだよね。そしたら、一番端の一番濃い色を、色をね、ここに塗っていきます。この波目尻、目頭がこっちだよね、目尻塗っていきます。で、この時にこのなんていうのこの目のこの上のね、まつげをのね、ちょっと埋めるような感じでちょっと塗っていきます。マイプチするとちょっとメイクがね、ちょっと取れる場合があるんで、ちょっと濃めにね。そしたら、ちょっとぼかすんですよ。あ、だいぶやりすぎた。で、ちょっと薄い色を塗って、最後一番右にあるこの薄い色を
と塗ってぼかした後にね色を調節して、はい、 OK です。だからその後にこの、うん、すごい効いてるんだけど、このキャンメイクナイティングキットアイズ02番をちょっと涙袋のね、あの影とこのさっき塗ったキワキワに塗ったこのアイシャドウの間にね置いてきます。この辺とこの辺にこう置いて、そしたらね手でぼかしてきます。こうすることでね涙袋をぷっくり見せることができると思います。多分です、多分で、そしたらまああの口は保湿してあるんでリップ塗ってきます。この髪邪魔だね。リップはね特にねあんまこだわりはないんだけど、リップでこう ブランパーティントスティック02番これをちょっとちっちゃい頃っていうか1年ぐらい前から使ってますね。これね、うん、すごいスーってするやつなんだけど、なんつってたかな、まあ、なんかでもいいらしいです。ちょっとわかんないけどはい、私この色好きで結構使ってますね。で、そしたらアイプチしていきます。折り式、私本当にさ折り式はちょっとねこの手持ち鏡がないとできなくて、いつも手持ち鏡を見ながらやってます。ちょっとだけアイシャドウ足しますね。はい、そしたら折り式を使って二重にしていきます。二重の仕方はまずね目のキワキワを塗るの、このなんていうの、このまつげのこのまつげとこのここのキワキワ塗った後にこのなりしたいその二重線の方に山を作る感じでこう山を作って塗りつぶす感じです。やってきます。まあこれもあの YouTube でけなんかいろいろやり方を見て、あちょっと薄いな、ちょっとねいっぱいちょっと頑張って自分に一番合ったやり方をやっただけなので自己流とかではないんですけど、はい、塗ってきます。でもなんかあんまアイプチで折り式使ってる人いなくて、私はもう一番折り式がやりやすいんですけど、なんか ルズーブルとかいいらしいんだけど、私あんまルズーブル二重ならなくて、そうそう折り式が一番やりやすいです私は。で、そしたらこの綿棒で光防止でちょっとこう 目をねこうふわふわってやってあげて、もう一重一重っていうのもう一回同じ部分を塗ります。喋りながらやるとダメだ、集中力が切れてめちゃめちゃ汚いかもしれない今回の二重、すいません。なんかそしたらこのついてたねなんていうのストッパーみたいなので、こう二重のこう輪郭っていうのを作って、二重になりました。なっていいよね。でもし二重のそのあんまり足らないなって思ったら30とか40にするともっとなりますけど、あんまりやりすぎると汚くなるんでね、私はいつも30までしてます。 OK、 できました。反対側も同じようにやっていきます。はい、二重になりました。はい、ということで、そしたらまつげを上げていきます。
まつげ上げるの超大事。まつげ上げるとちょっと二重のね調子が良くなるんですよ。で、私全くまつげ上がらない人で、ちょっとまつげ上げるのビューラー苦手なんですよね。ビューラーとマスカラ。ちょっと上がればその成長ですもん、私にとっては。昨日よりちょっとまつげが上がればもうそれはそれで成功なんで、成長したってことで、とりあえず上に上げて、で急いでこの一重用のマスカラを塗ります。いやー、マスカラを初めて買ったのがこれで、まだこれしか持ってないんですけど、めっちゃ迷ったんですね。私アイプチで二重にするから別に一重用じゃなくてもいいんじゃないのみたいなことお母さんと相談して、けど元が一重なんだから一重のでいいんじゃないって言われたので、とりあえずこれを使ってるんですけど、どうなんでしょうね。そしたらこのね、あ、落としたごめんなさい、100均で買った櫛でこうダマを取っていきます。で、目は完成です。もう片方もビューラーしていきたいと思います。で、私下まつげやると、下まつげまだ練習中でし、まだマスカラとかあんま塗ってないんですけど、でね、ちょっとアイプチしたのでちょっと欠けちゃったところ、そのビューラーをしてちょっと、ね、アイシャドウが欠けちゃったところがあるので、そこを埋めていきます。はい、ということで目は完成です。こんな感じになりました。で、ラストに髪を取って、ちょっとついちゃったね、まあ、前髪あとついちゃったんですけど、とりあえず完成です。まあ、ちょっと今からね、髪まだ私ノーセットなんで、これ今からちょっと髪をやりたいと思うんですけど、今回はね、私の休日のメイクをやってみました。で、その私汗かきなんで、ちょっとね、このなんていうの、粉、このめっちゃ有名な粉あるじゃん、これちょっと名前か、あ、そう、イニスフリー、そうパウダーあるじゃないですか。これをちょっと前髪にね、ボン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 ってするとなんかサラサラになるらしいです。私はたまにやってるんですけど、まだアイロンしてないんでね、まだできないんですけど、アイロンしてセットしてしたら、ちょっとボンボンボンってやってサラサラにします。はい、ということで今回はね私の休日用のメイクを紹介しました。ということでね、まだ私小学生なので、一応ね、まだね下地とかは全く塗ってないんですけど、ちょっとね、はい、参考になるかわからないんだけど、ちょっと紹介してみました。ということで、それでは、バイバーイ。いや、メイク中喋ること長すぎて、ちゃんと喋れてたが不安なんだけど。でも、頑張って喋った方がいいよ。これからももっと頑張ろうと思います。はい。バイバーイ。